前夜祭からも1週間ほど経ちましたけれども、並びの発表などもありまして、今の心境いかがでしょう。まあ、しっかり走るだけだなと思います。残り2日になりました。今のコンディションなどいかがでしょうか。まあ、精神状態はすごくいいのかなと思います。立川でのグランプリまたやってまいりましたが、今の心境をお願いいたします。はい、今のところまだリラックスしてます。前回の時もそのリラックスという言葉をいただいたんですけれども、現在のコンディションいかがでしょうか。コンディションは、まあ、やるべきことは全てやってきてますし、まあ、いい状態にあります。自分の力を持てる力を、ね、全て発揮して頑張ります。グランプリ2日ごと近づいてまいりました。現在の心境をお聞かせください。まあ、落ち着いて緊張感なく入れてます。コンディションなどはいかがでしょうか。コンディションは、まあ、良かったんですけど、ちょっと直前体調崩しちゃって、まあ、自分の思い通りの調整ができなかったっていうのはちょっと残念です。ヒロトと2人で優勝目指して頑張ります。よろしくお願いします。グランプリまで残りも2日となっておりますけれども、初のグランプリ、今の心境いかがでしょうか。もうすごい楽しみです。はい、仕上がり具合はいかがでしょう。もう1ヶ月あったのでしっかり練習してこれたので、まあ、仕上がってるかなと思います。まあ、短期なんですけど、まあ、一発優勝だけ狙って頑張ります。グランプリ間もなく近づいてまいりましたが、はい、現在の心境をお聞かせください。まあ、すごい楽しみにしてます。はい、コンディションなどはいかがでしょうか。そうですね、直前の練習も良かったので、あとは、まあ、ここ入ってから、ね、コンディショニング次第かなと思います。本番の走りのイメージっていうのはもう出来上がってるんでしょうか。そうですね、まあ、今日ちょっと乗ってみてかなとは思ってます。本番まで残り2日となりましたけれども、今の心境をお聞かせください。まあ、いい緊張感がか、自分のテンションも上がってきてるのが分かります。当日の走りのイメージっていうのはもう出来てるんでしょうか。まだちょっと作戦を決めかねてますね。この立川のグランプリにはどういうイメージありますか。慎太郎さんが取った時とか、はい、まあ、ごちゃついた時に結構内が伸びるかなというイメージはありますね。さあ、グランプリまで残り2日となりましたけれども、はい、現在の心境を教えてください。そうですね、まあ、会場にも入ってちょっとずつ緊張感も増してきた感じですね。この立川でのグランプリ、どういったイメージがありますでしょうか。まあ、すごい好きなバンクなんでですし、まあ、グランプリといったら立川っていうイメージはあるんで、すごい楽しみです。本番のもう走りのイメージっていうのはできているということでよろしいでしょうか。まあ、なんとなくはあるんですけど、はい、まあ、その通りになるとは限らないですし、まあ、しっかり自分のレースができたらなと思います。残り2日となりました。本番まで近づいてまいりましたが、今の心境をお聞かせください。そうですね、徐々に緊張感も高まってきて、モチベーションも上がってきてます。コンディションの方はどうでしょうか。コンディションは絶好調の状態で、はい、来ました。本番の走りのイメージというのはもうすでに出来上がっているでしょうか。そうですね、乱取りも考えているので、まあ、どれか一つ当てはまればいいです。あと2日ごとグランプリ近づいてまいりましたけれども、現在の心境をお聞かせください。まあ、そうですね、自分の中ではもうグランプリももう何回も出てますし、まあ、この雰囲気もちょっと慣れてきたかなというふうに思ってます。現在のコンディションなどはいかがでしょうか。そうですね、本来だったら、まあ、もうちょっと自転車乗って調整したかったんですけども、ちょっと福井、地元の福井がちょっと雪降ってしまったので、なんか満足できるような練習はできなかったのかなというふうに思ってます。頭の中での本番のイメージというのは出来上がってるんでしょうか。まあ、そうですね、今日のこれに関してはちょっと、まあ、イメージはできないんですけども、しっかり、まあ、明日明後日と、まあ、自分の気持ちを高めていったらおのずと見えてくるんじゃないかなというふうに思ってます。まだちょっと2日あって、まあ、気持ちもまだ、本番ではないんですけども、しっかり徐々に気持ちを入れて頑張りますので、応援よろしくお願いします。